今回紹介するのは、いろはにちえど、がんばるかあちゃんの子育て三年森という本です。卵絵日記 1&2、マイナビ出版でヒットを飛ばしたライブドアブログ子育てジャンル1位の人気ブロガー7色ロペリカンによる待望の3冊目の育児漫画、母技の大変さ。 いっぱいいっぱい感がよく出ていますとても共感できましたまたなんだかんだ言いながらナナロペリカンさんが子育てや家族に幸せを感じていることが伝わってきて単なる苦労の押し付け話になっていないところが良いですお子さんの絵も可愛いです子どもの表情やしぐさ型がよく表現されていて。 自分の子供と重なりましたたくさん笑わせてもらいました共感しかありませんオールカラーで読み応えたっぷりですちょうど同じ年齢の姉妹がいて似たような状況なので我が家のことかと思ってしまいました読んだ後、心が温かくなりました子育ては戦いだけど。 過ぎてみればその分幸せや楽しさもありますね現在3歳児育児の真っ最中すっごく共感笑いうちも頑張ろうって励まされました以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします